ムックのポスターマッシブオープンオンラインコース、またはマッシブオープンオンラインコースズはインターネット上で誰もが無料で受講できる大規模な開かれた講義のことである。代表的なプラットフォームとしてはコーセラ、エディックスや日本版としては j e m o、OK、c が提供するギャコ、オッチムックがあり条件を満たせば修了証が交付される。 ムックが実際に稼働したのは最近であるが概念としては古くから提唱されていた。1962年にダグラス・エンゲルバートは SRI インターナショナルでコンピュータを用いた講義運営のフレームワークを提示した。将来個人が所有するコンピュータ同士がつながり世界的規模のネットワークを形成すれば知識共有がより良くできるようになると主張した。それを受けて イバン・イリーチらは、コンピュータ技術を用いれば、誰でも参加することが可能なオープンな教育を行うことができると考えた。1971年にイリーチは、現在の教育手法は硬直しており、教育を改善する必要があると考えた。その方法として、コンピュータ技術を用いて、中央集権化されていない、ラーニングウェブを構築し、多くの学生が、 参加可能な学習効率の高い教育システムを作ることで学校のない社会を作ろうと考えた。そして良い教育システムが持つべき3つの目標を挙げた。学びたい人はいつでもどこでも学習リソースにアクセスすることができる。学びたいと思っている人が何を知りたいかを共有することができる。公共の知識として広めたいと思っている知識を知りたい人に伝えることができる。 多くの人はこの考えを求心的でユートピア的であり技術的に不可能であると考えた。それでも少なくない人がこの考えに共感し、その後も様々な動きがあったが、無料参加の大規模講義であるムックが実際に稼働するまでには長い時間が必要であった。ムックという言葉は2008年にナショナルインスティチュートフォーテクノロジーインリベラル、 エデュケーションのデーブ・コーミアによって提唱された。すぐに、無料のオンライン講義という意味で使われるようになり、アサバスカ大学のジョージ・シーメンスと、カナダ国家研究会議のスティーブン・ダウンズらによって、最初のムックが開催された。その講義は、コネクティビザムコネクティブ・ナレッジと呼ばれ、ネットワークを利用した学習の理論であるコネクティビズムが題材とされており、 マニトバ大学の授業料を払っている25名の受講者だけでなく、オンライン講義として無料で受講することができた。オンライン受講生は2300名であった。授業内容は RSS で確認可能であり、ムドルの掲示板機能やブログ、セカンドライフ、オンラインミーティングなどのを用いて、授業参加することができた。主にアメリカの大学で運営されており、 基本的に無料で参加することができる。各種アプリケーションが開発されており、ビデオ講義を受けるだけでなく、知識確認のための試験問題などを受けることができる。また参加者のユーザーコミュニティも用意されており、コース運営側にも有益なフィードバックが返るため、講義運営の効率も向上している。そのため参加者が多いほど、効果的な運用が可能となる。 ムック関連技術の進歩と参加者の増加による運営コミュニケーションの発達という二つの要因により急激に発展している。ムックのガイドはクムックについて6つの取り組むべき問題があり得ると指摘する。利用者の作ったコンテンツが混乱した学習環境を生み出すことがある。その通りであります。オンライン教材の使用を成り立たせるにはデジタルリテラシーが必要である。 関係者からの時間と労力の要求は自由なオンラインコースへの取り組みで生徒が何を望んでいるかを超えているかもしれない。一度コースがリリースされるとコースの起動をインストラクターによってコントロールするのを難しくさせる大人数の生徒本体によるコンテンツの改造と再翻訳があるだろう。関係者は自主規制と自らのゴールを定める必要がある。言語と翻訳の障壁。 効果的なムックの開発でのこれらの一般的な課題はジャーナリストと大学関係者からの批評によりつきまとう。ロバート・ゼムスキーはそれらがそのピークを過ぎたことを主張する。そうなったわずかにそうせざるを得なかった。そして今それらは実質的に減少する過程にある。他のものはごく小さな終了の比率から起こる反発について指摘した。 ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学が共同で設立したエディックスはムックのコース終了率が5.5%であったことを2016年に明らかにした。その後の2019年に発表された研究においても大半のムック受講生は途中で諦めてしまうことが明らかになった。またこの研究はムックへの参加の増加に発展途上国は ほとんど見られず、世界で裕福な国々に集中していることも明らかにした。ありがとうございます。